ピンクをやっぱり男性の方が取り入れるポイントとして、はい、うん、というところがポイントになるかなと思います、うん、はい。どうも、 D コレクションのニッチです。どうも、 D コレクションのグッさんです。先週は薄い青ですね、まあ、水色ですね、はい、はい、あのまあ、ご相談のリクエストとしてご紹介させていただきましたけども、はい、まあ、同じ方がね、ピンクご紹介をっていうことでお声いただいてましたので、はい、まあ、今日はそのリクエストにお答えして、はい、ピンクの、まあ、配色だったりとか、はい、コーディネート、あとなんかポイントがあればね、はい、一緒にご説明させていただけたらなと思うので、はい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 、では早速、はい、今日はピンクの配色についてお話ししていきたいと思います。はい、あのピンクといえば、はい、やっぱりちょっと女性らしいっていうか、あ、そうですね、ちょっと可愛らしい印象があると思うんですけれども、うん、はい、そういったピンクをやっぱり男性の方が取り入れるポイントとして、はい、男らしい要素を取り入れる、うん、というところがポイントになるかなと思います、うん、はいはい、例えばですけれども、うん、こうちょっと暗い色を多めにして重厚感を出したりとか、あとシルエットですね、はい、ちょっとルーズなシルエットを作って、うん、ちょっと男らしい印象を演出するっていうことが、ちょっとピンクを使った可愛らしい印象をちょっと和らげることができるかなと思うので、うん、なるほど、はい、ポイントになるかなと思います、はい、まあ、あのおすすめなのがセットアップのコーディネートですね、うん、まあ、ちょっとトレンド感もある、そうですね、はい、はい、黒のテーラードジャケットとアンクルパンツで黒のセットアップを使って、うん、はい、で、まあ、インナーにピンクを取り入れたコーディネートですね、はい、うん、はい、こうすることによってこうちょっとピンクの甘さっていうのをちょっと抑えることができるかなと思うので、はい、こう可愛らしくなりすぎない、うん、ちょっとキリッとした感じもあるような、うん、はい、コーディネートにできるかなと思います、はい、なんか黒のセットアップやとこう、はい、逆に男らしすぎるのをピンクで緩和しているような感じにもなりますよね、うん、そうです、黒いセットアップって場合によっては威圧感じゃないですけど、うん、あ、なるほど、うん、こうちょっと決めている感じっていうか、うん、そういう風に見えてしまいやすいかなって思うので、うん、そういう時にこういったちょっと柔らかいピンクの T シャツ合わせるとこうやんわりした感じの、うんうん、コーディネートにできるのでいいかなと思います、はいはい、あのピンクと白の配色って結構やっぱりあの女性的な印象が強くなって、うん、結構可愛らしく見えてしまいやすい、ね、そうですね、配色かなと思うんですけれども、うん、やっぱりそういった時に、はい、まあ、ピンクと白の間にグレーを挟むためでちょっと可愛らしさが少しあの和らげることができるかなと思います、うん、はいはい、グレーって結構落ち着いた印象とか、あ、そうですね、うん、そういったものをあの白とピンクの間に挟むことで、うん、ちょっとピンクと白の組み合わせの可愛らしさっていうのをちょっと抑えることができるかなと思います。なるほど。はい。はい、結構ね、淡い色のピンクの T シャツを使ってるコーディネートなんですけれども、うん、はい、そのピンクと同じくらいの明るさのグレーを合わせた配色になります、はいはい、でどちらもちょっと淡い色してるので、うん、グレーもピンクも、はい、結構あのふんわりとして見えて柔らかい印象には見えるんですけれども、うん、逆に色同士がすごく馴染んでしまって、うん、こうぼやけて見えやすい、はいはい、配色にもなるんですね、うん、そうですね、はい、なのでそういった場合はやっぱりあの黒のボトムスに、はい、まあ、小物、うんうん、を合わせてこう引き締めてあげると、うん、こうコーディネートがこうメリハリついてかっこよく見えるかなと思います、うん、なるほど、はいはい、やっぱりあの暗めのグレーにはやっぱり先ほどのピンク、うんうん、結構淡いピンクだったと思うんですけど、はい、それよりもちょっと暗めのピンクを合わせてちょっと重厚感を出した、うんうん、コーディネートとかは結構男らしく見せることができるので、うん、いいのかなと思います、うん、はい、はい、ご紹介しているコーディネートインナー黒だと思うんですけど、はい、インナーが例えば白とかでもこのままでも大丈夫ですか、はい、大丈夫です、うん、白でも全然配色としては成り立ちますので、うん、全然いいと思うんですけれども、はい、やっぱり白を入れるとちょっとこう、うん、なんでしょう、軽やかさが出て、うん、まあ、男らしさっていう面で見ると、はい、やっぱりちょっと重厚感っていうのはちょっと出しにくくなるのかなっていうふうには思うので、ね、まあ、あの軽く見せたいとか、うん、ちょっと爽やかな感じで見せたいっていう方は白のインナーを着てもらって、うん、でちょっと男らしく、うんうん、見せたいっていう方はやっぱり黒のインナーを使ってこうちょっと重厚感出すとかっこよく見せられるかなと思います、はい、なるほど、はい、その辺はちょっと気分というか、あ、そうですね、その日、はい、その日の気分で、はいはい、変えていただくのがいいですかね、はい、そうですね、はい、全然白 の, あのインナー使っていただいても大丈夫なので、はいはい、いろいろ試してみてもらえるといいかなと、はいはい、思います、はいはい、薄
薄いベージュにピンク合わせるとやっぱり女性的な印象、うん、こうふんわりとした感じに、そうですね、はい、なります、うん、はい、で結構可愛く見せたいっていう方とかはこういった配色とかいいかなって思うんですけれども、うん、やっぱりそこに男らしさっていうのを加えるんであれば、うん、やっぱり黒のキャップとか、うんうん、あとは靴、まあ、サンダルとかなんでもいいんですけど、はい、黒の靴とか、うんうん、そういったものを合わせるといいかなと思います、うん、まあ、顔周りとか、うん、あとまあ手先とか足先ってやっぱり人の視線がこう集まりやすい場所になりますので、うん、はい、やっぱり黒のキャップをかぶるだけで一気にちょっと男らしさっていうのが、うん、はい、ちょっと増すかなと思うので、はい、うん、そういった小物でちょっと男性らしさっていうのを取り入れると、うん、結構着こなしやすくなるのかなと思います、うん、なるほど、はい、はい、まあ、ピンクもネイビーもどちらも有彩色同士になりますので、うん、はい、うん、結構カジュアルな印象が、そうですね、うん、割と強い配色かなと思うんですけれども、はい、ピンクは赤、はい、でネイビーは青、はい、なので赤と青の反対色同士の配色になるんですけれども、はい、青ですね、はい、まあ、ネイビーをちょっと黒に近い色で取り入れることで、はい、ピンクを引き立たせることができるかなと思います、うん、なるほど、はい、まあ、ピンクを主役にしたコーディネートの場合は、そうですね、ちょっと濃いめのネイビーですね、はいはい、を取り入れた方がいいっていうことですね、はい、そうですね、なるほど、はい、はい、まあ、ワインが結構暗めな色を使うことで、うん、はい、ピンクを引き立たせることができますので、うん、やっぱり明るい色って目に行きやすくなりますので、そうですね、うん、はい、まあ、ピンクを生かした配色を作ることができるかなと思います、はい、はい、あとはワイドパンツとかでちょっとゆるっとしたシルエットを作ると、うん、はい、男性的な印象のコーディネートにすることができるかなと思います。なるほど、はい、はい、まあ、ちょっとくすんだ感じのピンクにちょっと渋めなカーキを合わせた配色になるんですけれども、うん、はい、結構落ち着いた感じの雰囲気を作ることができます。カーキでも結構緑色が強い、うん、うん、まあ、オリーブに近いようなカーキよりは、うん、まあ、赤っぽいっていうか、はい、まあ、ブラウンに近いカーキを合わせた方がピンクには馴染みやすいかなと思います。なるほど、はいはい、ピンクも赤色入ってますので、うんうん、やっぱり同じく赤い要素が入るちょっとブラウンに近いような、はい、うん、カーキの方がやっぱり色同士が馴染みやすいっていうことですね。はい、はい、まあ、ピンクと、まあ、こちらのカーキですね、うん、を合わせた配色って結構やっぱり渋い感じの、うんうん、イメージが強いかなと思うので、うん、そんな感じですね、はい、うん、まあ、そういった場合はこの白 T シャツを合わせてちょっと爽やかさを、はい、加えるとこうちょっと渋い落ち着いた印象っていうのをちょっと和らげることができるので、うん、いいかなと思います。なるほど、はい、まあ、白とか黒とか、まあ、グレーもそうですけど、はい、まあ、その辺うまいこと使うことで、はい、男らしさだったりとか、はい、爽やかさとか、はい、あと落ち着いた感じとか、はい、黒白グレーの使い方次第で見せ方はだいぶ変わる感じですね、はい、うん、なので結構ね有彩色だけに限らず、うん、それにプラスでこうどういったものとの色を合わせるかっていうので、うん、結構コーディネートの印象って変えることができるかなと思うので、うん、色って面白いなって思います。面白いですね、はい、はい、はい、先週に引き続き、まあ、リクエストで、ね、はい、まあ、今日はピンクの、はい、まあ、配色とかコーディネートレイとかご紹介しましたけれども、はい、まあ、続々とリクエストが届いておりますので、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、まあ、順次、はい、動画にしてね、はい、お届けしていきたいと思いますので、はい、はい、また何かねリクエストがありましたら、はい、どんどんコメント欄にご記入いただけたら、はい、まあ、ちょっとね、うん、お時間いただくかもしれないですけど、はい、できる限りね、はい、お伝えしていこうと思いますので、はい、はい、ご注意コメント欄にご記入ください、はいはい、お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。すいません、なんかいいですか？ちょろんちょろん